いかな。怖いよね。いらっしゃいませ。いらっしゃい。怖い。怖いね。あ、かわいい。かわいいね。めちゃくちゃかわいい。あ、かわいいよね。開いてないね。そっかそっか。あら、大丈夫？うっすらやね。3ヶ月ぐらいよね。うん。ブシュンブシュン言うから。うん、でそれでうちの多分今、新人の保護猫とあんまり、もう目がね、閉じてしまったらいかんけんと思って。うん、けど、どこまでしっかりね、拭いてやっていいのかが。どこで保護されたんですか？私じゃなくて隣のアパートの方が買い物帰りについてこ、うん、来て、はい、あなるほど、戻しちゃう追いかけても来るみたいで、はい、で私がいつも猫あれするし、何年か前チャトラの子猫がちょうどいたんですね、うん、うちの裏にも。それを保護し捕まえる時も一緒になって協力して、うん、いやここが猫が申し訳って言って、そうかそうか、来られたけど、うちはもう一気に迎え入れてまだ3ヶ月で、うん、やっと隔離が終わったばっかりやけんと思って。なるほど、薄い色やね、チャトラでも。そうやね、過酷やったんやろな。過酷やったね。耳もですね、黒、うん、いんですよね、耳の中、ね、あら、ほんとだ、うん、真っ黒だ。鼻が詰まってそうだね。でもよかったね、保護してもらえてね、うん、そうね、明日朝一ちょっと病院だね、うん、もう気づいて、もうバタバタしとったらもう7時なんてだけ、うん、あ、もう閉まったねって言いながら、わ、うんうん、かりました、ちょっとじゃあお預かりしていきますね、はい、そうね、とりあえず寝薬しようかね、うんうんうん、ご飯食べた後はゴロゴロ言って、うん、あ、本当ですか、うん、言ったんです、夏っぽいんですね、うん、かったね、助けてもらってるよね、必死やったよね、自分で頑張ってきたね、あなたね、うん、うん、うわ、ひどいね、ひどいね、目不幸ね、耳もすごい汚れてる、うん、いや、もう大丈夫ですよ、うん、幸せにつなげますんで、いや、もうありがとうございます、いや、本当もすごいね、もう頼ってばっかりで、いつもいつも申し訳ない、いやいやいや、でも、ね、保護してもらえたから、行こうか、うん、ちょっとお湯を、ね、
ぐるぐる言う、ね、病院行くまでここをローンね、飲みがおるかもしれんしね、必ず良くなるけんね、本当よかったね、幸せをつかんだんやね。ね。頑張った頑張った。かわいい。ちっちゃいね。3ヶ月くらいかな。鼻がね。いいな。鼻が詰まってるんだね。ぐるぐる寄るっちゃけど大丈夫、大丈夫、大丈夫、助けるからね、よかったね、頑張ったね、やっぱり自分から幸せを切り開くというね、こうやってね、助けてって言って穏やか、やっぱチャトラの子はね、穏やかよね、男の子かな、チャトラやけ、穏やかかい、みちりが固まってるね、やっぱりおとなしいね、ぶっこそ、ごめんね、ちょっとふやかすね、大丈夫だよ、頑張れ頑張れ、大丈夫大丈夫、ベベパチーさんになるけんね、癒着とかはしてないね、してない寝やにで、うん、お利口者、お利口さんね、頑張ってる、ね、あーよう頑張って生きてきたね、きつかったろうね、こんだけ目がぐすぐすで、あの寒波をよく超えたよね、超えたよね、どこにいたんだろうね、強かったね、この大きさでね、うん、乗り越えた、辛かったろうね、辛かったと思う、目が治ったらもういっぱい遊べるけんね、うん、今まで遊びとかも知らんてよね、この子たちはね、生きるのに精一杯やけんね、うん、こんな状況で遊べんよね、海とか溜まってなかった？目は大丈夫。おしおしおし。心の中が出たね。うん、やっぱ体調がね。体調が悪いんだね。目薬さそっか。目薬しましょうね。よしよし。よし、オッケー。ね、オッケー。よしよし。オッケーよ。ね、なんか目が開いとる。見えた？気持ち悪かったろうね、いやこの子さ喫水の野良なのにさ、うん、人についてきたよね、うん、なんだっけ、子供とかやっぱり相当お腹も空いとったし助けてほしかったっちゃろうね、うん、あめっちゃ汚れてる、うん、めっちゃ汚れてたね、今日簡単ににしとこうね、でも、うん、ね最初にしやしね、うん、毎日毎日、うわ、めっちゃ汚れてるな、ほら、うわ、ほんとすごい真っ黒けけ、これは軽かったでしょ、はい、よし、この辺にしとこう、うん、気持ちよさそうした、うんうん、あー、目が開いたね、開いた、ね、ご飯を食べましょう、うん、ね、で食べれんかったら AD 頑張ってこようね、うん、よしよしよし、お利口さんよね、お利口さんだ、うん、目が開いたね、少し開きましたか、うん、やったね、眩しいよね、目が初めてこんな開いたけん ね、大丈夫だよね、初めてパッチリ開いたね、うん、お、うん、
負けきれんね。眩しいですか。目がよううすらとしか見えんでよついてきたね人に。シュパーシュパしておる。そうだね、趣味たいよね。目薬したしね。ちょっと暖かいとかね、こうかね。ね、ベッドに行きましょう。あー、待ってくるね。かわいい。そうね。優しい性格しとんね。美味しいね。ね、こんな美味しいの初めて食べるよね。痩せとるもんね。いっぱい食べなさい。水分も取ろうね。少し脱水気味。美味しそう。美味しいね。あったかいしね。よかったね。たまる、たまる。体の中から温まりましょう。わ、これ美味しいなと思ったのね。ね、とりあえずお水は今日は飲まないだろうから、ちょっと水分取ってもらわないとね。ガフガフ言いながら食べようね。鼻がちょっと詰まってる、すごい。お膝に座ったまま食べよっちゃうけど、なんかこの子お膝猫になるやろうね。なるね。わあ、初めてのベッドかな。今日はゆっくり寝てくださいね。ふかふかでポカポカよ。頑張ったね。頑張った。本当にね、大寒波を乗り越えれたけんよかったね。本当に、本当にね、本当奇跡。かわいい。ピンクと合うっちゃうけど。何かわいいね。明日朝一で病院行こうね。でもゆっくり寝なさい ね。お目目が開いたね。あー、美味しい美味しい美味しい、おっちゃうけど。よかったね、お目目も見えるね、なんかね。でもね、ちょっとゆっくりね。ちょっと風が辛いね。出てきた。出てくるのかい。出てきたの。お、あら、お膝に戻ってきちゃった。そうですか。お膝が良かった。そうね、かわいかろ。ぐるぐるひょる。なに、お膝猫ちゃんなんですか。まあかわいい。まあかわいい。どうしよう。なに、そうですか。よかったね。大丈夫ですよ。大丈夫大丈夫。かわいい。かわいい。優しい性格しとる。戻ってきたの。そうですか。あらまあ、そうですか。よかったね。よかったよね。安全なとこに来たってこと。どうしようと。どうしようと。どうにグッてしようと。かわいかろう。やっぱり助けてって言ったとよね。よかったね、優しい人でね、つながったね、どんどん命のリレーがつながったね。よかったね。はい、どうぞ。今日 900g ですね。はい、ちょっと痩せてるんで。痩せてますよね。まあもう少しありそうですね、体重が本来だったら。ですね、まあ3ヶ月弱ぐらい。そうですよね。こんなの子は間違いないですね。はい、最高ですね。はい。もう膝猫なんですよ、この子。お膝。お膝にずっと乗ってくる。そうです。人慣れしてるんですじゃあ。のね、なんかついてきたらしいんです。お買い物してる人の後ろをずっと助けてくれって言って。お腹空いてたんですかね。昨日はちょっともう目が塞がってて、目やにで。お湯でちょっとふやかして。目は開いたんですけども、ぐしゅぐしゅ、鼻がね、ちょっと詰まってて、匂いが分かんないみたいなんですよね。ご飯は食べました。ご飯は食べました。ぐるぐるですね。
そうなんですよ、もうめちゃくちゃ可愛くて、あと耳が真っ黒なので、もしかしたら、うん、ですね。そうなんです、もう人大好きっ子なんですよね。誰かがご飯あげてたりはしたのかもしれませんけど、ね、うん、そうですね、寒波を乗り越えてるからですね、うん、なんかその時は神かもしれない。あ、首ですか。怪しいかな。怪しいけど、みんなめちゃめちゃ可愛がってるの。かわいい、かわいいですね。出しときましょう。はい。怪しそうですね。そうですね。じゃあ調子上大丈夫そうですね。はい、もうずっとぐるぐるやね。お口の中もいいね。ちょっとしにくいがあるかな。あ、本当ですか。ここら辺下の方が。しにくい。あ、本当だ。こんな子猫でも。まあいろいろ食べてたと思うから。うん、なるほどですね。ただ口内炎はないので。あ、よかった。はい、きちんと栄養取れれば元に戻ってくれるんじゃないかなと思います。はい、わかりました。よし、じゃあ採血頑張りましょうか。はい、頑張ろうね。チュールもらう。ねえ、チュール食べる。チュールいいですか。あ、はい、大丈夫です。多分ちょっと力強いタイプな気がする。そうですね。ねえ、いやいや、いいね。ひどいね。お耳、お顔がね、ちょっとひどいよね。じゃあちょっと拭きましょう、ね。お薬頑張ろうね。うわ、ひどい。うん、お利口さん、お利口さん。うわ、お利口さんね。よく乗り切ったね、大寒波をね、この小ささで。本当に乗り切りました。うん、目が開いてないもん。いいや、食べなさい。すごいね、自ら助けを求めてね。ね、頑張ったね。ね、頑張った。追いかけてきたというね。うん、うん、よかったね。寒かったろうね。寒かったろう。本当寒かったろうね。大寒波の時どうしてたんだろう。いや、ほんとこの体調で乗り越えたよね。いや、すごい。ガリガリやもんね。うん、この中がめっちゃガリガリやもんね。うん、ね。1キロないけんね。ね、900グラムぐらいしかないんですね、うん、この子は。食べれてなかったね。食べれてなかった。3ヶ月って言ったらさ、うん、もう2キロ近くあるたい、だいたいみんな。うん、風邪と心筋と、うん、ね、目にと鼻水と苦しかったな、うん、美猫になってね、幸せつかもんね、うん、性格も可愛いし、ね、可愛い性格がもうピカイチ。お膝猫やし。すごいね、お膝で食べるっちゃけんね、下ろしても下ろしてもお膝に来るもんね、うん、鼻が詰まってね、美味しそうだね、うん、うん、耳の中もね、すごい汚れですね。ね、雨とか雪をしのげるなんか穴とか汚いとこにおったとかもしれんね。うん、かわいそうね、この大きさで。もういっぱい食べれようよね。うん、うわ、ひどいね。昨日よりはいいけど。ひどいね、目が少し開くようになったね。ね、昨日全然開いてなかったもんね。ね、きついやろ、きついね。ね、きついよね。頑張ったね、本当に。ね、偉いね。偉い偉い。ぐるぐるやる、かわいい。家族見つけようね。かわいい、ずっとぐるぐる言う。しっかり言うとるね、うんうん、
すごい顔をちゃんと見てくるね。拭いても拭いてもやね。ね、毎日ね。ね。なっちゃったね。よし、じゃあ今日もお顔拭こうね。顔拭きましょう。ね。猫にはかなわないけどね、人間はね、猫風邪を治してあげれるのがいいとこなんだ。いや美人さんこの状態でこんな美人ちゃけんね、うん、治ったらもうこう超絶美人になるやろうな、うん、かわいい、ね、ま、今でよくわからんみたいな遊び方が、まだ分からんね。ちょいちょいしてごらん、それ。これちょいちょいしてごらん、これ。分からんよね。今まで生きるので精一杯やったっちゃもんね。おもちゃなんかね、遊ぶ余裕なかったもんね。手を伸ばしたいけど怖いらしい。うん、怖いね。怖いな。あ、怖いね。そこじゃないよ。こうやって動かして。じゃないな。引き出してごらん。あ、怖いね。あ、怖いね。お、初めてのおもちゃ触ったね。でもやっぱり怖いね。泣けてくるな、このおもちゃで遊ぶのすら怖いっていうのが。雪出して、ちょいちょいしてごらん。お、お、すごいボールで遊んだ初めて。すごいね。うわ、尻尾がめっちゃ膨れおる。楽しいよね。でも遊ぶ余裕が出てきたってことよね。何、大興奮やん。チーズ大興奮の巻。うわぁ、チーズ。うわぁ、怖い。うわー、かわいい。手のひらを枕にして寝ています、うん、よかったね。かわいい、ね、人たらしやね。ちょっと人たらしい、うん、ね、うん、あ、かわいいね。あと心筋が治ればバッチリじゃないですか、ね、すぐ治るね、うん、だこの人のスキンシップのこの能力ね、うん、可愛いっちゃうけど、知らないうちに好きになってしまうっていうね。
小悪魔が小悪魔よ本当ハートをわしづかみにされるしれって体重浴びせてきたりさ、うん、ソファーからさコロンってして落ちそうになってこう助けてやらないかねったりとかさ、うん、なんかこうなんて目が離せんというかね、うん、かわいすぎるしかもこのフォルムしかも、ね、微妙にねここもみもみしてね、うん、なんか俺のハートをね、うん、わしづかみにしようってキュンってさせよっちゃんこれでかわいい沼やね沼ほんとこう沼に入ったデレンケにねねあーかわいいあーかわいいよかった顔が綺麗になって目もね大丈夫やろかと思ったよね目ねよかったね、何も影響なくてね。かわいいとってマジでもうほんと。なんやろね、人をダメにする猫ね。この子買ったら嬉しいよね。うわぁ、幸せそう。いや、これね、俺の方が幸せなの。いつもやろ、うん、猫が幸せじゃなくてね俺が幸せなのにやめられんというね保護活動って、うん、かわいいマジかわいいすごいカメラ目線なんですけど何わあ元気になってちっちゃんちっちゃん、ちっちゃいね。やばいね。このしっぽさ。チーズかわいい色がね、薄くてね。かわいいよ、まず。うわ、うまいうまい。うまいね。うまいな、チーズ。うまいな。よかったね、助かって。かわいい。めっちゃかわいい。うん。コロッコロしとんね、チーズ。すごいよ。かわいい。フォルムがかわいいよね。うん、2ヶ月半から3ヶ月ぐらいかな。うん、上手だよね。うん。目が見た今なったもんなんか美人になったよね目が治るだけでこんなにね、うん、どこまで下がり寄ると、うんうん、見つかないように生き寄るとボールはわかるよ。おお、うまいうまい。すごいね。黄色が来たよ。大丈夫見つからん。黄色やっつけろ。お。見つかないようにね。隠れて隠れて。あ、治った。なんかめっちゃ楽しみおるね。遊園地にいる気分だよ今ね。ね、うん。やったね。キリキリしよう。かわ
時間でも遊べるよね。